めまして、漁業チャンネルの石山です。今回は全国の美味しい魚料理がお取り寄せできるフィッシュ&グランプリを試していきたいと思います。漁業ということで、私何をちまよったのか9品頼んでしまいましたが、とりあえず完成しました。そして今回は漁業チャンネルチームの豊島さんと一緒に食べていきたいと思います。はじめまして、漁業チャンネルチームの豊島です。一緒に食べたいと思います。漁業、私はまず1品目に生しらすいただきたいと思います。こんな現地じゃないところで食べれるなんてなかなかないですよね。いただきます。めちゃめちゃ美味しいです。冷凍技術の賜物っていう感じですね。はい、漁業、贅沢漬け丼をいただいていきたいと思います。赤身、中トロ、大トロの部位が入っているそうで、非常に贅沢な一品になっています。もう美味しいの一言しかないです。やっぱマグロ、美味しいですね。漁業、富山湾の丼です。これ見てください。すごいのが、富山湾の海の幸が3つ入ってるっていうのがすごくて、まずホタルイカと白エビと、あとベリの子供のフクラギ、この3つが入ってるんですよ。これも絶対美味しいですよね。いいですね。はい、じゃあちょっと早速いただきたいと思います。いただきます。どうかな。エビとホタルイカもいただいていいですか。はい、はい、エビも甘くて美味しいですね。もう旨味がじわっと広がってめちゃくちゃ美味しいですね。漁業、私も2品目いただきたいと思います。蒲焼き丼です。ふっくらしてて非常に美味しそうです。いただきます。歯ごたえがすごい。漁業、鯛めし丼もいただきたいと思います。肉厚でもうポリポリで美味しいですね。鯛の味もしっかり伝わってきて、もう冷凍したものとは思えないほどの新鮮さですね。漁業、こちらはですね、金目鯛の煮付けを炙って丼にしたものです。煮付けの甘い漁業、サーモン漬け丼をいただきたいと思います。これは、養殖のトラウトサーモンを使っていて、養殖の餌なんですけど、ハーブ4種類くらい使われているそうで、どんなお味かちょっと気になるので、早速、はい、食べてみたいと思います。いただきます。めちゃめちゃ美味しいですね。本当に美味しいです。漁業、厚飯丼です。大分県の、郷土料理でして、漁師さんが実際にこう船上で獲れた魚をさばいて、こう豪快にこう盛り付けて食べるという、そういった料理になります。ブリの味が口の中に広がって美味しいです。ちょっと全く出てこない。漁業、それでは最後の一品いきたいと思います。こちらお茶漬けで締めていきたいと思います。こちらはですね、海苔と穴子を使ったお茶漬けになっています。せっかくなので豊島さんも一緒にいただきましょう。はい、はい、いただきましょう。穴子とこう海苔の風味がマッチしていて本当に美味しいです。すごい、出汁も美味しいですね。知りますね、本当に。漁業、というわけで最後まで完食しました。本当に美味しかったですね。美味しかったですね。どこにいても全国各地の美味しいお魚が鮮度を保たれたまま、こうやって簡単に、美味しく食べることができて本当にありがたい限りです。最近はインターネットを活用して、地元の魚を販売している生産者さんも増えています。
皆さんもぜひお家から、お取り寄せをしてみて頼んで、食べてみてください。それではまた。バイバーイ。バイバーイ。